皆様こんにちは、ロリンザのテラベです。この動画は高額買取ブランドをまとめてお話しさせていただいております。ロリンザではこのような動画を、皆様に公開することにより、皆様にもっと知識をつけていただきまして、お買い取りの際に役立てていただこうと思っております。はい、今日の、高価買取ブランドはこちらになります。はい、こちらよくご覧になられたことがあるかとは思いますが、フェリージになります。日本では確かユナイテッドアローンさんの子会社だと思いますが、最初はユナイテッドアローさん独占で販売していたブランドで、その後子会社化したのかしたと思われます。こちらはですね、99114番という品番になります。皆様こちらに品番とか書いてありますのでですね、これは F から始まっております。お問い合わせの際はここをご覧にな、革の部分をご覧になってみてください。お電話のお問い合わせでもですね、簡単な、金額なんですけれども、大体の査定金額が分かります。はい、このようなですね、フェリージは主にメンズとして販売されたんですが、最近ではトートバッグ、ビジネスバッグとかですね、充実しておりまして、たくさんの、女性の方も持っていらっしゃいます。はい、この可愛いですね、このように、比較的、短めのバッグで、もちろんこのこういう形で、かけて、お財布とですね、スマホ、あと手帳ぐらいがですね、入るようなちょうどいい大きさとなっております。はい、ロリンザではこのようにバッグも、メンズのバッグですね、もうどんどん入荷しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様のチャンネル登録とお買い取りのご用命お待ちいたしております。よろしくお願いいたします。